はい皆さんビットコイン7万1000ドルつけましたね、はい、ということでねおめでとうございますということでねえー、アルトコイン、うんえー、イーサリアム XRP 同時芝が上昇している理由もうちょっとね話していきたいと思いますけど、えー、分析の方はねビットコインとあのー、XDC ちょっと見てきます、はい えー、より後半のアゴ市の上昇と思われ,たも思われるものでビットコインとアルトコインは売り圧力から回復し今日は急激な反発が見られましたビットコインは5.4%上昇し7万1200ドルを過ぎて移動しここから5%未満を放って再び最上最高値を記録していますイーサリアム BNB ソラーナなどもわずかな上昇を記録しながら 自流に加わりました。この大規模な推進力は、米国大統領選挙の直前に行われ、トランプ氏の取引が、株式市場と暗号通貨市場全体で開始されます。同時や芝のようなミームコインは10、10%以上のさらに大きな利益を上げています。今から1週間以内に、米国の大統領選挙結果が発表され、ドナルド・トランプが予想市場で、 えカマラハリスにリードを広げているためビットコイン価格は間もなく使用最高値を更新することを目指していますえポリマーケットのデータによるとドナルド・トランプ氏が選挙に勝つ確率は66.3%ですが一部のプレイヤーは前大統領のジスベリー、敵勝利を予測していますうん、はい。えこれはビットコインが現在トランプ取引であることが判明していることを示しています 投資家向けのメモで IG オーストラリア〇〇、えー、の市場アナリストであるトニー・シカモア氏は次のように書いていますこのトークンは一晩の株価上昇から救いを引き出しドナルド・トランプの選挙勝利を織り込んでいる状態を続けていると5ヶ月のチャートでは BTC 価格が巨大な芸術的強さを示している有名なトレーダーのピーター・ブラウンとはビットコインが5ヶ月の 逆拡大三角形パターンを、えー、完了し、えー、現在は強気の指標とみなされている指摘しましたえビットコインはこのパターンを破るとフォロースルーが重要になるとブラント氏は述べていますまた3月以降に見られた高値と安値の引き下げの連続は終わったようだと指摘しましたこれは半減期後のラリーが現在進行中である可能性がありアナリストは BTC が11月末までに8万ドルに達すると予測していることを示していると、はいまあ、こんな感じです、うん、一方、スポットビットコイン ETF はこれまでに10月に30億ドル以上の記録的な流入を記録しています、ブラックロック IBIT はこの暗号市場の上昇で圧倒的にリードしており、過去10回の取引セッションで毎日平均約2億ドルの流入がありました。 10月28日月曜日には米国のビットコイン ETF 全体の流入額は5億ドル近くに達し IBIT は3億ドル以上の流入を記録しました創業以来240億ドル以上の資金流入を記録したブラックロック IBIT は2024年に発表された ETF のトップ3にランクインしていますビットコインは収支暗号市場の上昇をリードしてきましたが投資家はアルトコインの上昇を熱心に待っていました ビットコインとともにイーサリアムの価格は5%から3%急騰し2600ドルのレベルを超えて毎日の取引量は214億ドルを超えましたこれによりイーサリアムは死んだという投資家の懸念は解消されますアルトコインスペース内の他の上,昇上位の上昇者はビットコインキャッシュが8%上昇しアバランチが5.86%カルダノが3.96%上昇するなどです 人気の暗号アナリストであるマイルズ・ドイッチャーはビットコインの優位性を60%に上昇させることは実際には今後のアルトコインラリーにとって良いことだと考えています彼は次のように書いていますこれを悪いことだと考える人もいるかもしれませんが実際にはアルトコインにとって素晴らしいことですより大きなアルトコインラリーは常に BTC アウトパフォームの初期期間によって導かれますそれが健康的で持続可能な走り出しを生み出すのです 一方、ミムコインはさらに大きな上昇を見せており、同時とし市はそれぞれ10%急騰しています。ここでは10来年11月の上昇に向けて注目するべきあるところのトップ3を紹介します。はい、ということで、うん、ここで記事は終わっています。チャート見ていきます。はい、それではね、XDC からいきますか。XDC のね、これ、週足になりますけど、えー、前回ね、1、えー、個前の動画では、最高値分析ね、ね視聴者の方からリクエストがあって、 動画上げましたけどね、少し微調整しました、そういえば。うん、まあ、その話はいいか、ね。ちょっと足元の分析していきますけど、えー、冷やしからいきますか、冷やし、うん。はい、こちら冷やしになりますけど、前々回、ビットコインのね、あっちねや、XDC の足元の分析しましたけど、まあ、このね、えー、下げについては、あこっちだ、ね。うん。あの、もう終わってるんだということで、えー、今、こう見るとね、 終わってんだなって、やっぱりね、思ってるね。うん、4時間とかで見て,いる見てみようか。4時間。うん。そこ上がってきてるよね。うん。ね。ほら。うん、ということでね、ちょっとずつまあ変化が見られ,見られますよね。はい、ということでね、これね、えー、まあ終わってるんだと思うね。やっぱね、この下げが。うん、で、今、1個目の、まあ、上昇時が作ってるね。これね、うん。で、これから2個目の まあこれが1個目の上昇だとして、ね、2個目の上昇に今向かってるんでしょうこれねまだ横の時間使うのかもしれないけどいや終わってるな多分4時間で見るとねうんこれねこの下げここで終わってるんだと思うおそらく、うん、はいということでねうん一応最高値のね分析 微調整したのこれね皆さん当てにしたんでくださいほんと何回も言いますけどねこれを当てにしてり買いしないことね自分の計画通りやってください本当。えー、ビトインバブルが、まあ、このまま、ね、順調に来て何も事故なく、うん、バブルを、えー、達成するんだったら、うん、達成するとかね作っていくんだったら0.23ドルから0.423の間で収まるんじゃないかっていうね。 この分析ですけどはいということでちょっと微調整したんで少しだけ、うん、安値と高値変わってると思います前回の動画からねはいということでねまあ順調にいくんじゃないかなって思いますけどねうんねはいまあ、下げは終わってるんだったらあと横に動くかもう上に動いてくしかないからさ、うん、っていうふうに思うんで薬師 <laughs>、まあ、楽しみにしておきましょうね と、はい、ということで、えーはい、ビットコイン見ていきますかビットコインのドル建ての冷やしになりますけど、えー、前回ね話したビットコインのね、えー、この波が強いのか弱いのか完全攻略したというタイトルでエイダの動画で上げましたけど今その通りになりました皆さんねはいということでね、えー、要するにまあこのね高値をね、まあ、抜いてくるよとなんでかっていうと、ね、これが細分化した場合に えー、B になります。だからここが C ですという話しましたね。4時間にしようか。はい、4時間にしましたけど、うん、この高値、ね、抜きましたね。ちゃんとね、言った通り。はい、ということでね、まあたまたま当たってるんですけど、でこの波がね、まあ、おそらくねまだ終わってないのよ。ね、はい、ということで、えー、上位足だとね、えー、この波全体がまだ終わってません。うん。 ね、えー、ちょっとカウント取るけどね、うん、これ AB だからでこれ C になりますだからまだ C 途中ですこれ、うん、C が途中だからまあどこま,どこまで上がるのかわかんないけどさまあ多分黄色あったりまで行くんでしょう 72, 7万2千、七7万1900っていう、うん、は超えるでしょう超えるかもしれないねもしかしたらわかんないけどうん、ね、はいということでまあ 新規にポジションねあのまあ取るんだったら下げがね下げ作った時の押し目はどこになるのかっていう話なんだけど、まあ、一応ね私のこれ分析なんでねあの皆さん当てにしないようにね、うん、自分の分析通りやってほしいんだけどおそらくね7万ドルか6万9300だね、うん、だと思うどっちかでしょうけどさ斜めのラインここ上抜けてるからさまあ、7万ドルじゃないの、うんね っていうふうに思うんだけどじゃないとなんでかっていうとこの C の、ね、波がこれね終わってないからまだ途中だから細分化の、うん。っていうことは押し目がつきた時には、ね、こうやって切ってこないのよこういうふうに、うん、こう高値からこう切ってこないってことだよ。ね途中なんだからどっかで止まって押し目作って上がるわけだ、うんねうん。っていうふうに考えるとまあこれあれだよね。うん あのまあ、合理的っていうか、うん、エリオットカウント通りになるっていう感じのね、はい。ということでえビットコインはねまあまだあのこの波自体も終わってないとね。は、うん、はいいんなきますテ、はいえー、テザザーーね毎度おなじみのテザーだというニュースでしたけどはい、トラさん、えー、既得権益を守りたい方からするとリップルもテザーも邪魔なんでしょうと。 詐欺も仮想通貨より現行の通貨の方が圧倒的に多いはずなんですがその通りですよね <laughs> そんなことは戦われませんとでも新聞テレビが衰退してきたように経済そのものも変わっていくんだと信じてますねいや本当の通りだよねマネーロンダリングだとかさ、ね、麻薬に使われてるとか <laughs> ドルのがよっぽどいいだろうってことですよねはいありがとうございますエイジさん、えー、いつも拝見してます分かれば教えてくださいと。 うん、えもしテザーの廃止と無価値みたいなことになれば取引所の,の中の USDT 建ての通貨はどうなりますでしょうかってねこれね私もね過去に今、うん、考えたことあるんですけど分かりませんこれね,、うん、ねすいません <laughs> はいありがとうございます <laughs>、えー、N さん、えー、テザー社は香港ですもんねとあそうなんだねちょっと初めて知りました、はい、ありがとうございます、はいえー、M さん、えーえー、素晴らしいこれはいいね、うん はい、タカボンさん、えー、いつも楽しみにしております。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。こちらこそ。えー、プ大統領が、えー、ビット、ビットことリップルを使うとありましたが。あ、プーチンね、そうだね、うん、ニュースね。うん。えー、ありましたが、元ネタである外国特派員との。うん、何とか段階の様子がネットでも上がってますが。デジタル通貨の使用を提案すると言ってるだけで。 具体的な暗号資産の銘柄は厳禁ありませんとブ、うん、リックスの新紙幣写真はエンタメですなるほどね <laughs> はいええー、ありがとう、うん、仮にええー、域内の決済に仮想通貨が使用される場合はいつも動画でお話しされていますが当局との競争を考えますと差し押さえ等の問題の可能性が排除できないためリップルもテスラーもその可能性は限りなく少ないと考えておりますわかりませんかとはいありがとうございます ね、あのプーチンとねロシアがリップルとさテーザーじゃねえやビットコイン選んだって、ね、あとまあ BRICS っつうで、ん、ね、えー、あの記事だけどさ怪しいっていうかさあの、まあ、様子見た方がいいとね言いましたけどどうかね本当にねあれねあのさこのその時のその動画のさ次でさ紹介したブリックスの,あのニュース少し皆さんに紹介したじゃないですか。 そのブリックスの、えー、ニュースの中でもう書いてあればいいけどさ書いてなかったもんね。うん、ねでリップルはさクサルフィはさ、ね、そのニュースをが、まあね、事実出てるんだとしたらね、うん、それなのに上が,っ上がってないですか反応何もしないんだから X r ルフィロシアとプーチンが,えが選んだのにそんなことあるかと。ねうん だからまあちょっとね疑ってねフェイクニュースかこれみたいな動画でね話したんだけどねちょっと様子見た方がいいねっていうのが話したんだけどさうん反応するだろう普通ロシアとプーチンが選べばって俺は思うしねどうかねあれもねうんまあちょっとねまあいそのうちわかるでしょう,うんって思いますはいありがとうございますはいえー煙さんかなえリップル上げも下げも微妙ドカンと下げたら買いたいですとねはいありがとうございます。 はい、えー、N さんやっぱトランプさんに勝ってもらわないとねって USDT でもっとおくのをやめた方がいいのかなっていやどうかね、まあ、N さんが決めなきゃいけないことだけど俺はね大丈夫だと思うよだけどこの意見にであの決めなんでほしいけどね。うんねはいということでねえー USDT をねやめた方がいいかなっていうのはさ、まあ、結局はあの競合他社の、まあ、戦略なんだよねそれもね、うん、時価総額 USDT ステーブルコインで、まあ、トップなんだからトップからね降りてもらいたいっていうことなんだよ、ね、だからまあ、ああやって叩くっていうのがあるんだと思うけどね、うんまあ他にも理由は理由があったとしてもねまあ、あるんだけどうんはいということで、えー、皆さんいつもねコメントありがとうございます、うん はい、それではね本日の動画ですけど、うん、まあ話した通りです <laughs>、ねはいえー。本日の動画は以上です。えー、ではありがとうございます。失礼します。